飛行機に乗るときはスーツです。というかまあ僕はもう普段からこういうスーツ着てるんですけどね。でもまあね、長いフライト、長時間のフライトとかだったらちょっとでも楽な格好の方がいいのかなってみんな思ってるでしょうが、飛行機のドレスコードはスーツなんです、実はね。だからビジネスクラス。ね、ビジネスクラスっていうのはビジネス。仕事で行く人用。なのでスーツがいいですね。うん。というも、まあ、そういう楽な格好をしていくと、まあ、バカンスね、お休みで、ホリデーとかで海外行くとか、そんな感じの時はもう全然ラフな格好で乗ってる人が多いですけども、スーツ着ていくとですね、まあ仕事、ビジネスユースなのでですね、まあチェックインする時も席ね、座席、まあ今はもう先に決めてる人も多いですけども、僕はもう全然先に決めないので、座席指定しないので、持っていくとですね、ちょっとまあ、席とか前側とかに通してもらったりですね。で、まあ機内でも、まあ仕事で来てる感を出してると、まあ結構わがままが通ったりとかするんですよね。はい。なので、まあスーツで行くことをおすすめしています。うん。ね。ほんとね、席とかもね、実はいい取り方があったりとかするんですけども。それはまあまあまあ。うん、まあ、服装ね、本当見た目が結構大事なので、第一印象で人変わりますから、まあ中身はさておきだけど、まあスーツおすすめ、本当に飛行機はスーツで皆さん乗りましょう。はい。